青春豚野郎はバニーガール先輩とお留守番妹のラジオを聞きたい。君のせい君のせい君のせいで私、うん、臆病でかっこつかない、君のせいだよ。おはようございます。今ね瀬戸あさみです。おはようございます。今日はエリカです。今ね、はい、今たまたまね収録中の今がおはようございますなんだよね。7時ですよ。そうです。いえ7時それは貴様の起床時間の話でしょ。貴様起床時間が7時だったのね、はい、そうです。この番組はテレビアニメ青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないに出演する桜島舞役の瀬戸あさみと、あずさがお楓役の久保エリカが作品の情報をお伝えしつつ、絶賛思春期を謳歌している人や理想の思春期を送れなかった人に向けてお届けする青春ラジオ番組です。はい、アニメもあっという間に5話ですよ。いやいやいや、アニメもあっという間で、うん、ラジオが隔週だから余計にあっという間に感じるのかもしれない ねあっという間に。でもちょうど巴、うんうん、さん回と呼ばれる感じが2話分、ね、終わったって感じかな。がね、うん、確かに落ち着いてなりました。舞さん好き、舞さん推し、巴、はい、推しがこう、はい、続々と できたね。今また分岐が、確かに、まあ、せっかくだからどっちも好きになってほしいし、でまた新たなヒロインをさらにまた好きになってほしいしっていうね、うん、お豚盛り上がっちゃうね。盛り上がっちゃう。キャラクターが魅力的だからね。すごい、それぞれの良さがある。あ、カエディ、あ、そう、ありがとうございます。ハッピーバースデーなんですね。11月5日もう過ぎてるけども。2日、永遠の妹です。ちょっと朝は出なかったわ。いや出てる出てる、バッチリです。よかったです。はい、いや、おめでとうございます。ありがとうございます。うん、そうなのよ。ちゃんとさ、うん、身長とかもさ、大豚の世界って身長と、そうだ、誕生日がさ設定されてるよね。あるもんね。舞、うん、さんの身長に近いんでしょ。そう、舞さんが67とか6、そうだよね、ぐらい。そう、瀬戸よりちょっとちっちゃかったなっていうイメージがあった。瀬戸じゃあでかいね。瀬戸久保氏と一緒じゃない。いや全然でかいよ。今全然でかいよって思った。本当68。いや全然でかいよ。ここで5センチぐらい差あるわ。本当、うん、え、65ぐらい。久保氏なんで5センチってやってんのに5センチ増せないで。待ってね、ってことは63だよ私。ちょうどいい。女子が楓も多分3だ、63だった気がする。え、楓せえでっかい。いやそうなの。多分なんか妹キャラだからさ、小柄っていうイメージが勝手についちゃって。ただ中学生だから多分現在伸び中みたいな感じだと思うけど、可能性はあるよね。ちけえと思ったの。63でしょ。あ、ほら、あ、2か。本当だ。そうだ、だから、でも63とかにってちょうどよくない？女子が憧れる身長だよ。あ、もうそうかな。だってちょうど例えば7センチぐらいのヒール履いて、あー、そで理想の身長に変わるっていう。60、あ、前さん65だ。じゃあ全然ちっちゃい。全然私の方が高かったね。ただなんか並んだ時のバランスが多分本当にキャラクターのバランス感になるよね。キャストと並んだ時に。そうだそうだ、言ってた気がする。そうだね。どうしてもその縦細長になっちゃうからね。縦細長系だからね。うん、そうなの。ともえは？ともえは？52。ああ、え、52ぐらいだろうね多分。なお、小柄。あ、うん、なおさんもそうだ、確かに同じぐらいって言ってた気がする、ね、確かに。いやー、でも伸びたもんはな、もう縮まらないからな。そうだね、うん、確かに、うんうん、これはじゃあ受け入れて生きていこう。そうだね、うん。さあ、ということで、4話と5話についてね軽くお話ししましょうかね。まあ、ちょっと話しましたけど、まあ、トモエのお当番会が、4話5話とありましたということなんですけれども、うん、晴れて付き合えるようになるのに、うん、毎と、うんうん、でもそれ以上が手こずった。そうね、そこに完全に行き着くまで手こずった ね。いや、まさか、まあ、台本最初読んだ時に、いや、うん、何このときめきシーンはずいとか思ってたんですけど、うんうん、3回やんのかいと思って。いや、そうだよね。いろんなパターンあるしね、舞さん、ね、試されてるからね、作田に。そうだからちょっとなんか手のひらの上で転がされてる感があって、ちょっと恥ずかしいなって思った収録だった思い出があります。そうだね、確かに。面白かったけど、うん、なるほどね、こうやって来るのねと思いながら、みんなねそれぞれちょっと3回とも違うかったり、うん、ちょっと 1,2 回は一緒なんだけど3回目で変わってみたりとか、ね、いろいろあったと思いますけど。ありました。はい、巴さんもね、うん、戻したくて戻してるわけじゃん。そうなんだよね。なんか一番こう今時女子っていうやっぱ感じだね、巴、うんうん、はきっと。
そうそう、舞さんがテレビに映ってるのを見てさ、うん、ちょっとこう嫉妬心じゃないけど、うんうんうん、嫉妬心というか、なんだろうこのモヤモヤ、そう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 、この胸の痛みはみたいな、本当乙女なお話だったな。だね、だからもしかしたらその学生の子、女子高生の子とかが一番こう感情移入をしやすいのかもしれないね。そうだね、うん、仲間外れになりたくないとかそういう気持ちとかも、友達付き合いもなんか友恵さん大変そうだったね。大変、でもありのままで十分可愛いのにって思いつつ、ね、やっぱりあんなに気使っちゃうものなんだろうか、世の中の高校生たちは。そうなんじゃないきっと。だってそんなのでさ、うん、嫌われたりさ、友達じゃなくなったりするような人と友達やるの、うん、正論ですよね。そう、あ、正論、そう、私正論言うってすぐ言われる、よくない。ちゃんと痛みに寄り添えないタイプ、ダメだな。でも難しいよね。それ多分、だから瀬戸ちゃんはそう言うってことは、その人に対してそういう仲間勢とかにしないからそう言えるから、逆に言うとそれが正論で周りにいる人は悲しい思いをしないんだけど、きっとその正論をそもそも考えられないちょっと寂しい人たちが、なんていうの、女の子を、うん、こちらチームには入れないでっていう人たちがいた時にすごい入れなかった時寂しい思いをしたりとかするけど、ね、女の子社会って難しいね。大人になるとさ、なんかみんななんとなくね、でもママ友とか大変なんでしょ。大変らしいよ。ちょっと怖い将来が。そうだよ、でも子供のためには仲良くしなきゃいけないんだから、そこでまたやっぱりその学生時代のスキルが生きるのかな。そうだね、そうかもしれない。どうしよう、勉強しとこう今のうちに。そう、え、うん、何を、ママ友の社会を、ママ友の社会を、ね、が来た時のために。確かに変に目立たないことが一番だね、きっと。なるほど、はい、学び、私も何も知らないけど今、ね、なんとなく雰囲気でね、雰囲気で言っていましたけれども、うん、ちょっとごめんなさい、話がそれました。はい、それましたが、女の子女性の世界は大変ですよっていう話でした。話、うん、はい、振り返りましたよ。はい、ということでそんな4話、5話、うん、だったと思います、はい、ではではラジオに戻ってそろそろ始めていきましょう。ラジオに戻ってラジオだったんだけどね。青春豚野郎はバニーガール先輩とお留守番妹のラジオを聞きたい。最後までよろしくお願いします。この番組は青豚プロジェクトの提供でお送りいたします。狙い撃ちするのさ。青春豚野郎はバニーガール先輩とお留守番妹のラジオを聞きたい。さあ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 、テレビアニメ青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない、桜島舞役の瀬戸あさみです。あずさがお帰り役の久保ゆりかです。6回言ったよ、6回で、あー数えててくれた。特に学生時代にさ、先生がさ、何回さ口癖言うかみたいなのがメモなかった。えーとかね、えーって言いましたみたいな、何回言ったみたいな。あったね、一授業で何カウントみたいな。たそういうのなくなったね、やっぱ大人になったから。本当カウントしない、カウントしないよ、うん、そう、もう流す流す、受け流せよ。はい、じゃあメールね読んでいきますよ、はい、ラジオネームりんと咲く花さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。久保さん、瀬戸さん、こんにちは。おはようございます。はい、そうですね、君もおはようございます。原作未読で3話まで見ましたが、うん、もうとにかく最高です。話のテンポといい、ストーリーといい、最高です。やった。これ以上の言葉がありません。かっことじ、うん、特に3話1話の、5月29日からのスタート、日記に記されていたことなどがつながり、うん、感動の B パートへ、うん、A パートの時点でやばかったのに涙が出てきてしまいました。ただ作田の告白のところ見てるとこっちが恥ずかしくなりました。笑い笑い、逆にそれだけ感情移入できる作品だからこそ独特な世界観に引き込まれるのだと思いました、うん、4話からはおそらくまた別のストーリーになると思いますが、首を長くして放送日を待っていたいと思います。お忙しいと思いますが体調に気をつけて頑張ってくださいということで、1話から3話までのね感想をいただきましたけれども、嬉しい。そうだよね、だから原作を読んでてももちろん楽しんでもらえると思うんですけど、うん、初めて見るよっていう方、またちょっと新鮮な気持ちでさ、うん、見れるよね。見れる。アニメからでも全然楽しめると思う。そう、面白いと思う、うん、で多分アニメ見てから原作に入ると、うん、あ、この時こういう感情だったんだと思って、うん、多分さモノローグが多かったりするからさ、あの原作だとね、また違う楽しみ方ができるけど、嬉しいね、やっぱアニメから入りましたよっていうのも、ね、私にとってはとても。
ぜひね、はい、今はもうこの時間では4話5話も放送されてるので、うん、ぜひ、はいはいはい、きっと楽しんでくれてることでしょう、うん、楽しんでると思います、はい、ありがとうございます。次推しキャラはまいさん。おありがとうございます。瀬戸さん、久保さん、こんにちは。こんにちは。第3話視聴しました。はいよ。バニーガール先輩編終了回でしたね、うん、僕は原作から読んでいるのですが、うん、アニメの完成度の高さには驚かされるばかりです、うん、あら空気と戦う作田はかっこよかったです、うん、ぜひアニメを見て面白いと思った方には原作も読んでほしいです。おの友達になる、さっきのね、リンとした花さんとね、ちょうどいいね、うんうん、原作にはアニメでは描ききれなかった作田と舞さんの掛け合いがあったりするので買って損なんてありません。次からはプチデビル編も楽しみにしています。楽しんでいることでしょう。もうね、なう楽しみ終わってもう何回も何回も録画したものを見て、うん、今か今かと DVD の発売を待ってるでしょう。 DVD を買ってくれますか。ありがとうございます。 DVD ブルーレイもよろしくお願いいたします。はい、じゃあ続きまして、ラジオネームオレンジパワーメガネさんからいただきました。ありがとうございます。久保さん、瀬戸さん、こんにちは。こんにちは。3話見ました。見えない空気と戦う作田、全校生徒の前で告白して桜島先輩とイチャついてましたね。そうですな。1話3話で、ラブコメストーリーがいい感じに完結しましたが、これからもプチビル後輩の話が続くのが楽しみです。お二人は全校生徒の前で告白的なものを目撃したことはあったりしますかって。全校生徒の前ではない ないよね。全校生徒って結構じゃない、だって学校行こうとかでしか見たことない。そうだね、確かに未成年のなんちゃらみたいなね、うん、あったあったあった。自分の学校でなんか、でもそういうのってさ、ちょっと起きたらもう学校中が騒ぎになるじゃん。そうだね、もうねえねえ聞いた聞いたわみたいな。そうだね、大変だよね。でも今思うと、うん、そんくらい騒ぎになるようななんか面白いことやっとけばよかったなって思う。その頃に、うん、残しとけばよかったなって、残したかったなって、告白するでもよし、うん、驚かせるでもよし、なんかやりたかった、サプライズ的な、学校という空間でしかできないことをやりたかったな。まあその分私たちは声優という仕事をしてるからさ、学生ものとか今できて、今青春できてるっていうのも、いつまでも大人になれない。そうだね、うん、私たち一生なれません。なれません。いいんだよいいんだよ、たまになる時もあるから、ね、たまにね。そうそうそう、お金の話になったりすると大人になります。はい、はい、大事ですよ。はい、次いいよ。日差しさんからいただきました。ありがとうございます。久保さん、瀬戸さん、こんにちは。こんにちは。早速ですが、早速、うん、不可思議のカルテ桜島舞ソロバージョン聞かせていただきました。あ、そっか、本編ではそうでしたね。そうだわ、うん、6人で歌ってるのも可愛くて好きですが、うん、瀬戸さんの透き通るような歌声もすごく良かったです、うん、ほんまでっか TV、うん、そこでよく出たわそれ。そこで思ったのですが、登場キャラ全員のソロが聞きたい、作田のソロが聞きたい、ご検討よろしくお願いします。あ、まあいいんじゃない、なんかね、うん、iTunes 配信オンリーとかでねやったらいいんじゃないですか。そしたらもうあれもクリミも出てきちゃうじゃん。クリミも出てきちゃう。クリミは多分ね、うん、ノリノリで出てくると思うよ。出てきちゃうね、うん、人の鼻歌を奪ってくんのよ、フレコ中とかに。鼻歌を奪うって奪われたの。だから私は、うん、なんだこいつと思って、そっからちょっともう喋んなくなっちゃった。喋んない。愉快な愉快なね、音楽があると生き生きしちゃう人だから。そうだよね、きっとね、石川くんが歌いだしたら、カイト君が歌うなら僕も歌うから、カイト君が歌うなるから、デュエットさせちゃうか。じゃあデュエットさせちゃうか。そうだね、せっかくだから、ね、絶対多分絶対売れるんで、うん、そうだね、あの二人が歌ったらね、需要はありますから。確かに、ぜひぜひご検討くださいって感じですね。いい案をありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ということでたくさんのメールありがとうございます。引き続きアニメの感想や私たち宛へのメッセージお願いします。青春豚野郎はバニーガール先輩とお留守番妹のラジオを聞きたい。危険、思春期症候群発症間近。同じ字に見えちゃった、ね、青豚の登場人物は思春期症候群を発症したことにより、はい、何かしらの、うん、何かしらのいや意味は一緒だから大丈夫ですね、はい、不可思議現象が起きてます。急にフレンドリーに何かしらの
そこで、はいはいはい、リスナーの皆さんからも今自分が置かれている状況や、うん、どんなことで悩んでいるかを送ってもらい、はい、それを受けて、うん、私たちが、うん、もしそのまま思春期症候群を発症したら、うん、どんな感じになっちゃうんですかねっていうのを考えていくねってコーナーですね。そうですね、うん、そうですよ。ではでは、うん、早速リスナーさんからの、はい、メール紹介します。はい、ラジオネーム飛べない豚さんからいただきました。ただの豚だったな。そうだねありがとうございます、はい、高校2年生の男子です。男子なんで答えてくれ、親の転勤で、中高一貫の男子校から普通の共学に転校しました、うん、ほうほう。5年間同じだった、友人たちと別れるのは寂しかったですが、うん、ね、転校というアニメのような展開に心躍らせていましたいい性格してる。そうだね、前向きしかし現実は甘くなく、はい、今まで周りには男しかいなかったためオタク全開だったのですが、転校先は半分が女子、しかもオタクな話ができる男子などもおらず、転校から2週間オタクということを隠しています。しかも女子に話しかけるとあからさまに声が小さくなります。笑い。可愛いじゃんオタクであることをカミングアウトすべきか迷っています。瀬戸さんと久保さんは転校してきたクラスメートがオタクなクリアファイルを使ってたりバッグにストラップつけまくってたらどう思いますかっていうことであーでもそっか、中2で、あ、高2で転校ってこと。そうだね、そうだね。なかなかもう環境できちゃってて、そうね、そうだね、これちょっと難しい。だからでも正直さ、うん、今隠れが多いじゃん。そうなの？うん、多分あのなんていうか、いわゆる昔その電車男とかがやってた時の分かりやすいファッションでっていうよりは、うん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 、そのポスターぶっ刺してますっていうよりは、うん、なんかその、まあ、背中にね、そうそうそう、買ってきたよって、そうそうこれで戦えるぜぐらいの勇敢な感じよりはなんかさりげなさ。確かに。てか今こんなにさアニメ好きな人が世の中にいっぱいいるんだから絶対 いないはずないし。そうそう、でそれ聞いてキモとか絶対言われないと思うの。今だってこんなに流行ってるもんアニメ。そう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 、だってそのサブカルっぽいさ、うん、超おしゃれ美容師さん、いい、うん、懐かしい超おしゃれな美容師さんとかがさ、うん、自分好きっすアニメとかって言ったりするじゃん、うんうん、それは本当かって思う時あるけど、まあまあ、合わせとるってなる時あるけどあるけど、でもいるぐらいだから、うん、クリアファイルはちょっと確かに、うん、なんだろう、コードかもだけど、ストラップはね私とてもいいと思う、うん、私も中学生の時に、うん、私なんで自分でお手製で自分の好きなキャラクターのフェルトでキーホルダーっていうか、うん、マスコット作ってつけてたらそれ好きな友達が、あ、うん、好きなのって言ってくれて友達になったよ。それスタートだね、確かに、うん、そう。だからそれってありえるよね、そのつけててそれを、うん、見て、あ、もしかして好きなのみたいなのがあるかもしれないから、別にいいと思うけどね。確かにクリアファイルはそうね、確かに、うん、もしかしたらそのそう思ってる人も最初話しかけづらいかもしれないけど、うん、ほら結構クリアファイルってセクシーなものもあったりするから、そうだ、ね、そうだね、ま、作品とかキャラクターのそのデザインにもよるかもだけど、うんうんうん、確かにラバーストラップみたいなとかね、そうそうそう、確かに青豚も出てますからストラップの方ね、うん、はい、キーホルダーいいと思うな、いいな、きっかけになる気がする、あれ好きなんみたいな、そうだ、うん、ぜひさりげないし、いいじゃない、それだったらね、うん、なんか別にその全開スタートは難しいと思うけど、そうだ、ね、全装備でいっちゃうとそうそうそう、ちょっとおー好きなんだねってなっちゃうけど、ただまあまあ言って、うん、わかんないな、今時の高校生ってわかんないんだけど、でも言ってみんな大人じゃん、ある程度、ある程度大人って、うんうん、って思うから、なんかそんななんていうか、うん、わざわざ惹かれたりとかっての絶対ないと思います、うん、だからなんかあえて友達もいるのかな、そのちょっと話せるような、そうだねでも隠してるからいるから辛いっていうのもあるかもしれないね、もしかしたら。そっか、なんかそうカミングアウトっていうか、うん、いや自分オタクなんだよねっていうカミングアウトはいらないけど、じゃあ 今的には自分的には上辺だけになっちゃってるって感じなんだ。そう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 、なんかさりげなくね、そのだから瀬戸ちゃんが言ったみたいにストラップとかつけてて、あれこれどうしたのとかっていう、好きなのこういうのっていうか、で反応を見るっていうのもありかもしれない ね、 そうだよね、うん、で怖かったら語っていいか、うん、そのまあちょっとあそうなんだよっていう、うん、そのね別に語るだけがさ、うん、その趣味をこう楽しめる方法じゃなわけじゃないじゃんか、うん、だからまずは好きっていう自分を知ってもらうっていうとこだよ ね、 ね、そうだね、がいいと思います。ありがとうございます。
じゃあこのまま発症すると周りが全員オタクファッションになっちゃうかも。どういうこと、どういうこと。あ、そっか、周りもみんな自分と同じになーれっていう魔法がかかっちゃう。確かに確かに、みんながクリアファイルを持ったりとかね、カバンにポスターをぶっ刺して、結構古いスタイルの話しちゃったけど、飛べない豚さんにとってはいい環境になる、話しやすくなるけど、そうだね、確かに確かに、ね、だからまずは己をみんなに知ってもらうことが大事だと思います、ね、頑張ってね、はい、転校してばっかり大変だと思うけど、はい、頑張ー、はい、次、ふゆみん、はい、ありがとうございます。僕は今、うん、同時に3人の女の子が気になっています。え、引く引くの？ちょっと待って、続きをもう分かった分かった、いけないことだと分かっているのですが、それぞれに素敵な魅力があり、一人を選ぶこともどうすることもできずに困っています。え、それ実在する人間のこと言ってる？あー、そうじゃなかったらなんかいいんだけどね、アニメの。久保さん、僕はこの先どうなってしまうのでしょう。え、人間だよね。人間だとしたら、人間じゃなかったらなんか真剣に相談乗ってたらなんかちょっとバカみたいじゃん。そうだよね、確かに。あ、まあそれはいいんじゃないって、別にそれぞれのキャラクターもしアニメキャラクターだったらいいと思うよ、うん、そうだよね、うん、ありがたい話、ありがたい話ですよ、うん、推しがこう分散って、そうあーあー、そうだね、まあ、あ、推しを選べないってことっていうことかな。3人の女の子、いいんです、いいんです、箱推しでいいんですよ。あ、そうだね、それ いいと思うんだけどな。ちょっと詳細が足りないな。そうだよそうだよ、うん、なんかなんていうの、私ちょっとよくわからない文化だなと思ったのがさ、うん、推しがいて、推しがいて、うん、その一人の子は別に自分は誰が何を好きでもいいという子、うんうん、でもう一人の子は、え、ちょっと推しかぶりやめようっていう子がいるっつって、あ、アイドルで、そうそうそう、え、推しかぶりやめようっていう文化ってあるんだっていう、自分だけ好きになってってこと、そういうことなんだろうね、不思議なのだから。でもファンにもいろんな種類があったりね。そうだよね、同担拒否でしょ、むずい、聞いたことあるよ私、そんななんの、自分と好きな人が好きなのが同じ人はちょっと受け付けませんみたいなのがあるんですって。でもじゃあその逆もあるってことかな、同じ好きじゃないと、多担拒否ね、多担拒否言いづらい、多担拒否、いや、いいやんと思うけど、うん、でもね、みんなちゃんと独特な、まあ、マイルールがあって応援したりしてるわけですが、ね、それに関してはさ、なんかいろんなあれがあるからさ、うん、なんか話し合う討論面白そうだなって思うんだけど、うんうん、ちょっとこれに関してちょっと何についての3人なのかな、ね、ちょっと分かんないから、何もし、え、でももしその本当に人間界だったとしたら、うん、人間界だったとしたら、久保氏はマジマンジなんでしょ、うん、うん、マンジ系かも、うん、どっちかっていうとマンジ系かも、マンジ系でしょ、だって、いや、な、うん、わかんない、このラジオにあえて勇気を持って、うん、勇気を振り絞ってこの相談をしてくれたんだったら、マンジとか言ってごめんねって思うけど、ただ本当にそうだったとしたら言わなかったらいいのにって思う。素敵な魅力があるってことはさ、3人とちゃんと交流を持って、うん、3人のことを知った上でって話なのかな、うん、その可能性はある。だからさ、それが一番良くない例としては、うん、全員に気を持たせるようなことをした場合、うん、そう、全員がちょっといいかもと思ってたら、うん、ひどくないこれ。でも男ってモテたいからさ。そうなの、うん、バンジーうわー、そうなんだ、うん、うわー、男の子の見る目変わるわそっか、はい、そしたらしょうがないのか。なんだろう、え、何、じゃあ程よく全部ちょっと釣り糸を垂らし、うん、一番引きがいいやつでいいかと思ってるってこと、うん、なんだったら全部釣り上げたいの、それは。いや、でもほら、きっといくつか知らないけど、いろんな人と交流を持って、うん、まあ、ベストな人と付き合えばいいんじゃない？急に突き放したてか分かんない、付き合うとかじゃないのかも。そうなんだよ、そもそも人間じゃないのかもしれないいや、そうなんだよ、そうなんだよね。そしたらさ、別に、いや、ありがとうありがとうって思うの、みんな大好き OK みたいな。そうそうそう、ありがたい話なんだけど、うん、どういう証拠になっちゃうかな。そうだね、マンジになる、マンジ、はい、じゃあマンジになります、マンジになります、さよならはい、以上ですかね。はい、はい、ということで、うん、こんな感じで、こんな感じで思春期症候群が発症してしまう、マンジになっちゃったよマンジになっちゃいますんで、これからも、送ってきてください、はい、以上、危険思春期症候群発症間近でした。
バニーガール先輩とお留守番妹のラジオを聞きたい。お留守番中の暇つぶし。常に家でお留守番をして引きこもっているのが私演じるあずさ川楓ちゃんです。そこでこのコーナーではそんなお留守番中にできるゲーム案や暇つぶし方法を送ってもらいますよということで、うん、私たちが2人で遊べるものでもいいし、それぞれ1人ずつで遊ぶのも OK、うん、ちょっと最近しりとりづいてたんですけど今回違うそうなので今回の暇つぶしを紹介していきました。ラジオネームはしこさんからいただきました。ありがとうございます。しとちゃんしかちゃんこんにちは。今回お二人にやってもらいたいのは定番ゲーム10回クイズです、うん、例としては、ピザって10回言ってって言って、でそこから何、うん、肘を指してここはって聞いたら、うん、肘っつって膝ではないみたいな、うん、答えられちゃったといった感じに10回言った言葉にピサピサ膝って言っちゃうんだね。本当マジで本当に言うかな、絶対言わないって言ってるけど本人は10回言った言葉につられて違うことを言ってしまわないように気をつけるというゲームですが、うん、2人でいれば経営できますので意外と楽しいですよ、うん、っていうことなので今日はこの10回クイズやってみましょう、うん、はい、ネタだけどピザしか知らない。私この10回ゲームってピザ以外を知らない。なんかしりしりしりないか、そんなのしりしりって言ったって何になるの。お尻ここにあるのお尻、合ってるってなって全然問題になってない。何なんだろう、ただしりって言いたかっただけみたいな。ゲームでどんな言葉があるのかが気になる。そうだね、うん、なんか多分普通じゃないんじゃない。普通じゃないの、分かんないけど何くんだろうって楽しみですわ。まあとりあえず交互に出題者と回答者っていうのを入れ替えながら遊んでいきたいと思います、うん、どっちからやる。私やりたい。いいよ。しりしりって言いたい方だよね。しりしりって言いたい。じゃあ私が出題者になりますよ。はい、では早速やってみたいと思います。スタート、はい、シャンデリアって10回言ってください。シャンデリア、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 シャンデリア。毒リンゴを食べちゃったのはシンデレラ。白雪姫。あーかかっとるやないかい。堂々とシャンデリアそういうゲームだからね。もう今の多分リプレイでかけられちゃうよ多分。すごいゆっくりめのやつで。いやすごいキリッキリッと。クムシ、あのね、わからない、もうこれがあるから引っかかったかもしれないけど。でも泣いちゃった。めっちゃ、あのね、全然ね、あの考えてないの、もはや、ね、もはや早く言おうって思ったんだよね。もはやね、あの毒リンだからもう勘も考えてない。ただ言いやすいやつを言った。むしろ今シャンデリアって言わされて、シャンデリアって言ったらシンデレラじゃん、言いやすいじゃん。だからもうもはや、あ、もうシンデリア、シャンデリア、もうそれも言えてないじゃん。シンデリア、いや、あね、ロジコめっちゃ面白いわ。やろう、すぐすぐやろう。泣いてる。やば、ちょっと耳もちょっと聞こえなくなっちゃった。いいじゃん、朝だからかな。はい、じゃあ、はい、行きますよ。代わり番号。桃太郎って10回言ってください。桃太郎、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 桃太郎。亀をいじめたのはうさぎ。あえ、そういう引っ掛けでもないやつ。引っ掛けてもなかった。ちなみにウサギはカメをいじめたんじゃなくて追い抜きました。怖い怖い。ちなみにこれで、あの、まあ、桃太郎じゃなくて浦島太郎って言ったところでも、あの、それも間違いで、あの、いじめたのは村の子供たちですよっていう引っ掛けにも引っ掛かれなかった。もうやばい。ウサギ、いや、カメといえばウサギでしょってなっちゃったの。追い抜いたからね、うん、あー、おかしい。あー、ね、もう水という水が顔から出てくるんだけど、やば。じゃあ次ね。はいはいはい、はい、いきます。キッチンって10回言ってください。キッチン、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 キッチン。鳥は英語で何と言う。チキン。A、 正解はバード。ふざけんなこれはずるいよね。バードって言わないよ。私は食用の話をしたんじゃ。そうだよね、そうだよ、生きてない方の話。鶏肉っていう。あー、これはでもちょっとずるいやつだね。そうだよね、ずるずるだよ。私の方簡単なの多くないですか。確かに。あれ、もしの引っ掛けの引っ掛けみたいな。いや、それにも引っ掛かってないけどね。いくよ、次。はいはいはい。プリンスって10回言ってください。
プリンス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 。シャンプーの後にかけるのはお湯。すごい、やった。なんでちょっと考えたじゃん。すごい考えていいんだよ。勢いがすごいからでしょ。テトちゃんすごいね。正解やった。すごいね、久保氏これすごい。やった、すげえわ。やった、あーお湯だった。よっしゃ、じゃあ、続きましてまた言うよ、うん、キャンパスって10回言ってください。キャンパス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 。角度を測るのはコンパス。分度器。正解、分度器でした。キャンパスコンパス、キャンパスからのコンパスからの分度器。言い切った。なんですぐ言っちゃう。ちょっと考えていいんだよこれ。全然考えない。なんか考えない。次は考える。いや、オッケー、次こそね。次はいいよ、間が空いてもいいんでしょ。私は間が空けないように言ったんだもん。そうだよね、そうそうそう。じゃあザッと、英語ね、ザッとで10回言ってください。ザッとで THAT のザッと。そうそうそう、ザッと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 。これはペンですって言って。これはペンです。やった、これ英語で言うと思ってたから。いい、言わねえよ。やったすごい喜んでる。確かに英語つってないもんね。言ってない。私が全然意味分かってなかったか、なんだこの問題と思いながら読んでた。やったぜ、おめでとう。ありがとう。やっとかかることなくすることができました。イエーイ。あー、変な問題だった。いやチキンはちょっとこれ悪いね。悪いね、うん、これは悪いやつだったよ、うん、生きてる方って言ってくんないけど。シンデレラめっちゃ笑ったな。シンデレラ。だってこういうのってさ、テンポが大事じゃん。大事だよ。いや大事だけど、あんな堂々とこのさ直前まで引っかかるかとか言ってて。振りだよね。シンデレラっていう、もう可愛かったなあれ。このゲームの分かってなかったわ。すっきりしましたね。じゃあ最後すっきりして終わりました、うん、勝ちました。終了です。はい、さあ楽しみましたよ、うん、ということで以上、お留守番中の暇つぶしでした。青春豚野郎はバニーガール先輩とお留守番妹のラジオを聞きたい。ここで青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないからお知らせです、はい、まずは放送情報です。東京 MX、 群馬テレビ、栃木テレビ、 BS11 では毎週土曜23時30分から、 ABC テレビでは毎週水曜26時20分から、メーテレでは毎週土曜26時44分から、 ATX では毎週月曜21時からそれぞれ放送中です、うん、さらにニコニコ生放送では毎週日曜日23時から、アベマ TV では毎週月曜日23時30分から配信中です。他にも各配信サイトにてご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。続いてブルーレイ &DVD 情報です。青豚のブルーレイ &DVD 第1巻がただいま予約受付中です。完全生産限定版には原作鴨志田はじめ先生による書き下ろし小説やエンディング主題歌不可思議のカルテの桜島舞ソロバージョンとオリジナルボイスが収録された特典 CD など豪華特典が封入されます。ちなみに撮りましたか、ボイス。撮ってません。まだでした。はい、ということで、さらにですね、2月9日土曜日に開催されるスペシャルイベントのチケット有抽選販売申し込み券も封入です。石川海人さん、瀬戸あさみさん、私久保由里香、遠山奈央さん、内田真彩さん、水瀬いのりさんが出演する豪華なイベントとなる予定ですので、ぜひ予約してくださいね。よろしくお願いします。続いて音楽情報です、はい、ザ・ペギーズが歌うオープニングテーマ君のせい、ヒロインたちが歌うエンディングテーマ不可思議のカルテは現在発売中。はいはい、どちらもチェックしてください、うん、さらにフォックスキャプチャープランによる青豚のオリジナルサウンドトラック CD も11月の14日水曜日に発売。こちらもよろしくお願いします。はい、続いて2019年に劇場上映が決定した青春豚野郎は夢見る少女の夢を見ないのお知らせです。劇場前売り券とアクリルチャームのセットがアニプレックス公式通販サイトアニプレックスプラスにて期間限定で受注開始します。
ました、ね、マイトショーコの SD キャラが描かれたアクリルチャームは単品でもお買い求めいただけます。ぜひグッズと前売り券を手に入れて劇場に足を運んでください。よろしくお願いします。その他にもアニプレックスプラスでは桜島舞バニーガールバージョン7分の1スケールフィギュアや、ほう、キャラファイングラフ、うん、ヒロインズコレクション、うん、第1弾桜島舞なども受注中です、はい、え、何キャラファイングラフって。後で見せてもらおう、うん、グラフみんなは知ってんのかな。そうかもしれないね、うん、など受注中です。こちらもチェックしてください。はいよ。最後に原作情報です。イエイ。電撃文庫から刊行中の原作小説第9弾、うん、青春豚野郎はバニーガールじゃない、うん、青春豚野郎はランドセルガールの夢を見ないが発売中ですじゃない。そうですよ、もう勢いでね、青春豚野郎ってあるとバニーガールって言っちゃうけど、うん、ランドセルガールですね、はい、コミックス青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ない第2巻、うん、青春豚野郎はプチデビル後輩の夢を見ない第1巻も発売中、はい、さらに現在書店にてアニメ化を記念した期間限定カバーの原作小説シリーズ第1弾から第8弾までが販売中、うん、ぜひ原作もアニメもお楽しみください。以上、青春豚野郎はバニーガール先輩の夢を見ないからのお知らせでした。お送りしてきました青春豚野郎はバニーガール先輩とお留守番妹のラジオを聞きたい、エンディングの時間になりました。番組ではリスナーの皆さんからアニメの感想、私たちへの普通歌、そして各コーナーのメッセージをお待ちしております。危険思春期症候群発症間近にはあなたのお悩みを、青春豚リスナーの本当の青春にはリアルな思春期エピソードを、お留守番中の暇つぶしにはお留守番している間にできそうなゲームを、お留守番って言いましたそれぞれ募集しているよ。にゃあ、猫でした。キャッチボールじゃなくて猫だった。はい、はい、メールアドレスはすべて小文字で青豚アットマーク温泉ドット AG、青豚アットマーク温泉ドット AG、青豚の綴りは AOBUTA です。にゃあ、またこの番組は各週水曜日配信です。次回は11月21日で配信されますよ、お楽しみに。ということで本日の放送もいかがでしたでしょうか。楽しかったですね。わしも、はい、そらだも、うん、楽しかった。わしも、もわしも、わしも10回ゲームがねこんな楽しいとね思わなかった。そうだね、ちょっと汗かいたわ、うん、私なんか笑いすぎて。夜の点、え、そうだよね。あ、最後にもう一回やって、私がやるわ。そうだよ、さっき多くやっちゃったのに。いいよいいよいいよ。じゃあ、うん、リストトラって10回言ってください。リストトラっていうのね、うん、リストトラ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 。会社をやめることは退職。正解。ほら、やっと慣れてくれた。慣れちゃったじゃん。やばい、私なんかすごい賢い気がしてきちゃったすごいもん。だってもう考えていいよって言ったら、うん、ちゃんとそうだ、考えなきゃって、考えなきゃって。さあ、素直、そう、とても素直な子なんです。瀬戸朝香は皆さん、はい、それでは今回はこの辺でお別れになっちゃうそうですよはい、はい、ここまでのお相手は桜島舞役の瀬戸朝美と、あずさがおかえり役の久保理香でした。はい、バイバイ。バイこの番組は青豚プロジェクトの提供でお送りいたしました。